いざ参ります。それでね、それでね、パパ。そうか、そうか。S、すっごく頑張ったし、みんなに優しくしたの。うむ、うむ。こんな S のこと、どう思う？ S は、いい子で、偉いな。なでなでするか。パパったら、どうしてそんなに優しくて素敵なの？ん？あれ、S？ キャラが違うような。あんまり見ないでやってくれ。声がかけづらいな。おい、S！ ん？何よ、T じゃない。こっちに誰か怪しい存在が。と、その前にみんなの紹介からかな。 Z、T、問題ない。 S から大体の事情は聞いた。そうか、助かるよ、S。気が利く S なら当たり前よ。そちらのお嬢さん方。おお、ロボに話しかけられた。リンゴ、アミティ、アルル、そしてカーバンクルだな。私の名は Z、 テト号のクルーで様々な機能を持つ。主にクルーの体調管理などを担当している。以後お見知りおきを。こちらこそよろしくね。なんか礼儀正しい人だね、カー君。ググググ。ああ、Z はとても頼りになるんだ。そして Z、この辺りで怪しい存在を見なかったか？どうした？見たような、見ていないような。すまない、なぜかその辺りの記憶に小さなバグが生じているようだ。そうなのか。困ったな。大丈夫だ。この程度ならばいつものあれで修復できる。なるほど。それじゃリンゴ頼めるか？おっと、ここでキラーパスだよ。私でいいんですか？ああ、頼む。それに、そろそろ目の前で勝負を見ていたら、自分もやりたくてうずうずしてきた頃だろ。なぜそれを？わかるさ。君と俺はなんとなく似ているし。そういうことなら遠慮なく。そこの人、お相手いたします。ああ、尋常に。勝負です。
勝あり。解けた。検査開始。解けた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 。対戦終了。ありがとう。はっきり思い出した。怪しい存在ならそちらの通路を。なるほど、ありがとう。ゼット、何、もしかして D たちが追いかけてる悪者が見つかったの？悪者って、もしかしたらいるかもしれないっていうだけだ。じゃあエスも行く。その顔を拝んで文句の一つでも言ってやらなきゃ。気が済まないわ。わかった、エスも協力してくれ。Z は聞いたところ、 J、L、I はまだ事情を知らないのだろう。危険が予想されるため、彼らにも状況を説明してこよう。助かるよ、Z。パパったら、世界一優しいわ。また後でね、パパ。ああ。そちらも気をつけろ。行こう。ピッピピところで、Sについて突っ込んでいいのか迷ってたところなのですが。何よ。リンゴ、わかるよ。多分僕たちも同じこと気になってるかも。くくくくくくく。だから、何なのよ。つまり、Sは、Z のことパパって呼んでたよね。そうよ、パパだもん。ああ、それはピピピピピ。でも Z はあんな感じだし、本当のパパじゃないよね。あ、アミティ。
か特殊な事情があるのかな。グググググ正真正銘、確実絶対、 S のパパはあの人なんだもん。あの人しかいないんだから。あ、なんか聞いちゃいけないことだったのかも。そんなことないわ。揺るぎない事実を確認しただけ。でもアミティ、はい、パパとエスの関係を疑ったことは許されないからね。お仕置きなんだから。うわ、分かったから、そんなに怖い顔しないで。
ふん。 S、 ごめんってば。アミティ、気にすることはない。何よ T、 外羽根頭の肩を持つの。外羽根頭って違うよ。Z と S が特別な絆で結ばれてることは疑いようのないことだから、何を言われても大丈夫だろ。お、ま、まあそうね。 S としたことが熱くなっちゃったわ。うえー、なんだかよくわからないけど、 Z は S のパパ。うん、T？ リンゴもあまり気にしないでくれ。そういうことなんだよ。察しました。っていうかそんなこと話してる暇ないわよ。先へ進むわよ。ああ、行こう。ピピピ。あまねく探し回りましたが、怪しい存在、どこにもいませんね。ピピピピ。すでにいなくなっているかもしれないな。まあ、駆け回りすぎて S 疲れた。テト号の中って意外と広いんだね。グググググ。Tたちはずっとここで暮らしてるの？ああ、そうだよ。お家に帰ったりしないの？はあ？ここがお家なの。トンチンカンなこと言ってますます疲れさせるのやめてくれる？S、言い過ぎだ。アミティ、な、テト号のクルーはみんなある人に集められた。いわば家族のようなものなんだよ。みんなテト号以外帰るところはない。そうなんだ。そんな顔をしなくていいよ。みんな毎日楽しくやってるから。そっか、そうなんだね。俺たちの使命は、スペースパトロールって言えるかもしれない。この広いスペースをテト号で巡って見て回って、異変がないかを王を通してある人に報告しているんだ。ピピ。ある人ってもしかして。そうだよ、リンゴもあったよな。時空の番人 X だ。なるほど、時空ですか。リンゴ、どうした。いや、そのキーワードに大いに思い当たるところが。ビビビビビビビ。どうした。おう、グググ。また会いましたね。はあ、あの子は来ました。楽しくやってますね。すっごくいいことだと思いますよ。君、こんなことをして何が狙いなんだ。何度も
言ってるじゃないですか。楽しくって。交わった世界でたくさんの勝負。勝負、勝負、勝負。最高に楽しいじゃないですか。ひえピピ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 。おう、どうしたんだ。気になることでもあるのか。ピピ。さあ皆さん、私この先で待ってますから、一勝負してから追いかけてきてくださいね。あ、逃げた。うぐぐ、追いかけなきゃって、うわぁ、ぷよぷよが湧いてきました。みんな、ここは僕とアミティに任せて。全部消すよ。いけるよね、アミティ。それじゃあ、ぷよぷよで勝負だ。グーグーグが言うには、あのマールという子はみんなが力を使った際に場に放出されたパワーを回収し自分の中に溜め込んでいるらしい。今アルルとアミティの力の一部がマールの方へ流れるのを観測したと。つまり
みんなが勝負で呪文などの力を使えば使うほどマールは力を蓄えることになるということだ。うなぁ、ありえないチート。マールの狙いはそれですか。でも勝負をしないなんてできないよね。あと力をため込んで何に使うんだろう。グググググ。ちゃっちゃと追いついて聞き出しましょう。Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.